東武大谷線、大谷線は、かつて、栃木県にあった東武鉄道の軌道、鉄道路線である。宇都宮軌道運輸と野州人車鉄道が、敷設、業し、その後宇都宮石材軌道が運行していた、宇都宮市内一円の一車軌道及び、軽便鉄道が前進である。本校には、関東大震災で建材としての安全性が、 確認されば爆発的に需要が増した大谷石を東京方面に輸送するため、商船宇都宮駅から戸祭り、宝木を経て大谷方面に鉄道路線を付設する目的で立された大谷石材鉄道についても触れる。宇都宮の大谷地区で採掘される石材、大谷石の輸送を主目的に宇都宮機動運輸会社が設立され、1895年、 明治28年に測量開始、1897年、明治30年に、宇都宮西原町大谷高張館を、一車軌道として開業させる。翌年には、建井は、弁天山への延伸も図られたのであるが、西原町に集まってくる石材の出荷法が問題となり、また、折しも、旅客輸送も軌道に乗ったことから、1903年、明治36年に、 材木町まで一駅延伸するとともに、材木町と日本鉄道鶴田駅、現、日光線間を結ぶ軌道を新たに開通させた。一方、新ーサと医師や農産物を宇都宮に搬出し農業用の肥料、等を宇都宮から新里に運搬することを目的に、野州人社鉄道株式会社、新里人社鉄道とも呼ばれたが設立され、1896年、 明治二十九年八月より、不設計画を開始、千八百九十九年、明治三十二年二月に戸祭りに佐都館で、一社軌道を開業させる。当初は貨物のみの運搬だったが、翌月三月からは、客車の運行も開始され、さらに同年五月の株主総会で、徳次郎への延伸が可決され、支えの金や、徳次郎石の宇都宮への搬出を主目的とする。 富谷線が1900年、明治33年2月に君長塚徳次郎館で開通した。富谷線の開通により貨物だけでなく人輸送も増加し、収入増に貢献した。こうして、明治期の宇都宮には、石材輸送を主目的とし、他の貨物や人輸送も行う2つの人社、鉄道会社が存在したが、双方の事情から1907年、 明治40年に両社は合併し、宇都宮石材軌道となった。大谷石の需要は1923年、大正12年の関東大震災による首都復興のため爆発的に激増したが、石材の東京方面への輸送路となる、昭仙東北本線、日光線への貸車割り当てが要望通りに離されず、これが原因で石材搬出は、 滞り価格高騰を招き商機を逸することとなった。一方で人の輸送に関してもバスの発達により苦境を強いられるようになり、1928年、昭和3年にはイ子ミ起動よりガソリンカーを購入して材木町大夜間の人車を廃止、旅客輸送の近代化が図られている。大谷石の需要が増すにつれ、その搬出路線の輸送容量拡充が課題となり、 1926年、大正15年には、大谷石材鉄道会社、大谷石材鉄道が設立され、商船宇都宮駅と大谷岩原間を戸祭り、宝木経由で結ぶ、鉄道路線敷設が計画された。沿線には、長岡市採掘場や、第十四師団本営があり、大谷石や、新里石、徳次郎石以外の需要を取り込めると期待された。計画では、 大谷カヌマ館、及び大谷今市間への延伸も予定され、当局への申請もなされたが、経済情勢の変化から実現はかなわなかった。宇都宮石材軌道は、ニー s と徳次郎枝線を廃止するとともに1931年、昭和6年に宇都宮線を開業させ、宇都宮に進出した東武鉄道によって買収され、同社の大谷軽弁線、大谷軌道線、 大谷線として再編された。東武鉄道は、東武宇都宮線西川大駅と新鶴田間に路線を新設し、大谷線、大谷線と宇都宮線を経て、大谷市の東京方面への搬出を行ったが、太平洋戦争終結後の高度経済成長により、トラック輸送が発達して、輸送需要を奪われたため、1964年、昭和39年に、 大谷線を廃止した。1930年4月1日改正当時、最後まで残った西川田駅荒張駅間は、東武鉄道の蒸気機関車牽引による貨物列車が運行されていた。突起なき区間は、一車機動線。大谷風開始間の開業日、岩本駅の廃止日は不明。備行。最後まで残った西川田駅荒張駅間の、 大部分は道路となっている。近年まで JR 日光線を超えるガードの周辺の築堤とガードが残っていたが、宇都宮環状道路の建設に伴いこれらの移行はを消した。一部に道路化を免れて残る築堤跡やガーター橋跡もある。軌道線のうち、鶴田西原町の一部については、1五十二年より、船外公社宇都宮工場への専用線に、 転用された同専用線は1977年に廃止され、現在は遊歩道、仲良し通りになっている。旧夜囚人者軌動線の区間については、大半が道路等に転用されているが、君長塚、吉原、新里では、築堤跡や小川を渡る京大等の意向も、若干見受けられる。宇都宮ライトレールの路線として、 大谷軌道潜在木町西原町大屋間に近いルートが計画されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。